じゃあ前回手に入れたラップローから見てみましょう。こいつですね、ラップロー。はい。はい。能力的には大したことないと。踊るイラストがなんか可愛いと。ニコ生での放送によると、キャラクターデザインをした藤坂さんが一番好きなキャラがこれだということです。はい。プロフィール見てみましょう。古代文明の遺産である音の出る紐付き耳当てを宝物とするトカゲ。あれか、なんだ。よく見るとここ。なるほど。ヘッドホンしてるんですね。面白い。ヘッドホンしてるトカゲ。はい。紐の先についた機械を起動すると小気味いい重点音が鳴るのだ。彼はそのリズムに合わせて舌足らずな言葉を連ね、楽しんでいる。ラップを歌うってことですね。はい。なるほどね。という設定が面白いらしいですね。さあ、そして、マップは、最終章と言われている、新章、ライジングワールド30章に行きます。で、チームですが、ついに育てました。じゃじゃーん。ドラゴンベルレーヌ、育てましたよ。スキル、見てみましょうか。はい。65まで行くと、あと、ドラゴンテイルを覚えるんですね。覚えました。それから、皆さんがバルを使ってくれって言うんで、物理ダメージ 1.5 倍のバルを育てました。65までしました。それから、ブルババ、ググーバ、アイリンじゃなく、誰でしたっけ？名前いつも忘れちゃう。エルバーンを使うと、パワードポイントためアップがあるんで、ドラゴン、これ、スキルブーストがすごい低いんで、なかなか発生させることができない、ドラゴンベルレーヌの、この、ドラゴンテイルを発生させることができるでしょう。はい。ついに、剣パーティー作ってみましたと。はい。今まで一度も作ったことなかったような気がします。で、これで行ってみましょう。さあ、新章ライジングワールド。はい。じゃーん、ニュー。1。ちょうどいいことに、モンスター情報が、これ難易度69がちょっとひどい。バトル数5、剣が10、魔法が22というわけですね。さあ、どんな対決になるか。さすがに最終章だから苦戦するとは思うんですけどね。ゼロシリーズは虫の息となり、それぞれの意識は分断され、増殖したクローンは物言わぬ塊と化した。あれは、なんか面白いキャラが、ここにいますね。はい。一行が見上げると、クセアカンの姿があった。ただでは知らぬ。我らは、破壊こそが。彼らのアイデンティティ、目指す頂は、復讐の成就、特攻する気か。さあ、どう来るんだ。ウクセア戦闘機械。うわぁ、ウクセア戦闘機械。こいつから見る。急発進クロス、吹き飛ばし。はい。吹き飛ばしクロスをやってくると。こいつはミサイル再現。遠くにいる一人を狙ってミサイルが発射される。ジェット噴射クロス、吹き飛ばすプラス物理ダメージ。恐ろしいが、この、コリンの防御力プラス 20%、剣使い。全員の防御力を上げるのが発生すればいいなって感じですね。あとは、こいつのドラゴンテイル。なんか、すでにもう、能力が攻撃力プラス 10% 事故。ドラゴンテイルクロス。30% しか発生しないんですけどね。はい。でもクロス2なんで、全体ではなく、多分クロス上2マス、横2マス、下2マスだけ発生するんだと思いますね。さあ、まずはどこから行きましょうかね。コリンを連鎖加えたい。上と下、両方で、22で挟めたらいいなという感じだが、そこまで持っていけなそうだな。仕方なくエルバーンで挟もうか。さあ、やっぱ一発ではやれないよね。さあ、ドラゴンテイル来た。いきなり来た。じゃあじゃあ、そんなに強くない。そんなに強くない。ドラゴンテイルが見たかったというか、おー、P の溜まりが早い。一回、これ挟んだだけでもう P 溜まってから、もう P ガンガン使っちゃいましょう。さてと、全員が連鎖する方向に持っていくには、こいつが変わればいいんだな。交代。
さあ、ドラゴンテイル。出せ出せ、かっこいいな、ドラゴンテイル。かっこいいね。ピカーンと、火の槍がこう、クロスで発生する感じ。いいね、いいね、強いよ。P 発生させると、みんなが強くなるから、それはそれでまたいいんで。どんどん使っていきましょう、P は。よし。さあ、こいつはさっきと同じキャラだね。さっきと同じ野郎たちなんで、連鎖させればいいだけだな。ここだとドラゴンテイル発生させても意味がない。よし、いいね。強い強い。よし、いいぞ。P 使わなくてもよかったね。すごい、また P が1個溜まってる。さすが溜まりアップが高いね。3だからでも余裕だね。クロスしてくるだから3ターン以内にやっつければいいだけ。あとは、連鎖できるかどうか。一発でやっつけられなくても、お、溜まってるからどんどん使っちゃいましょう。ドラゴンテイル、ドラゴンテイル。よし。OK、防御力も上がるし、倒しきれないとは。なかなかやるじゃないか。P を使ってるのに倒しきれないとは。ブルババがそんなに強くないんだな。さあ、これは使わなくても倒せるでしょう。ドラゴンテイルを見せてあげましょう。そうですね。ちょっとあれを見てみましょう。あれ、どんだけ発生してるか。防御力が44上がっている。あとこれ発動率 20% アップもある。あとリジェネと浮遊が発生してますね。まあいい感じですね。ボスだけ得られなければいいです。ドラゴンテイルが見てみたい。なかなか発生しない。 30% は30% プラス 20% で 50% 発生するはずなんだけど。さあ、1のやつがいるから、1のやつからちょっと、やっつけたいね。もう P はガンガン使っちゃっていいと。下にドラゴンテイルで行き、上は適当に。やっつけられっかね。1のやつからやっつけてください。やっつけきれ。うわぁ、苦しいな。これ3人でやってようやくだからな。ドラゴンテールでやっつけられるか。おー、強い。強い。攻撃力が上がってるんだな。バルの攻撃力 1.5 倍が効いてるんだな、きっと。よし。1のやつ、両方やっつけたいね。P を使いながら両方やっつけたい。ま、バルの攻撃力があれば全然余裕でしょう。あとは僕がうまくこれを回せるかどうか。よし。あ、次ボスか。ボスだったらボス用に隊列を組んどいた方が良かったか。これもやれるでしょう、多分。バルが強い。バルが強いね。バルが 1.5 倍上がってるから、かなりいい。ボスは来ないか。ボスは来なくてザコだけ。ザコだけならまあ余裕でしょう。適当に挟んでも、それなりにいけそうな気がする。しかし、うまく挟みたいね。ちょい難しいな。こいつ、出せ。あー、一個、ずれちゃった。ここを挟みたかったんだけど、ちょっとずれちゃったね。P 使いまくれば、でも、問題ないでしょ。うわー、ちょっと攻撃力が足りない。P がないと攻撃力が足りない。ここの位置はいいね。ここの位置は3体やっつけてくれるから。P を使いつつ、こことここを挟み、こいつか。よし。まあ、これで1、2匹残る程度でしょう。まあ、1はこれぐらいで余裕だということです。ギガソードクロス。ああ、クロスでも、横はやっつけるには至らなかったね。さあ、ドラゴンテイル。ドラゴンテイルでやっつけてくれ。2匹。おっしゃ、強い。OK。お、やった。さあ、隕石でやっつけろ。ちょっと残った。4匹残っちゃった。さあ、挟まれたが、防御力上がってるからそうでもない。むしろカウンターをする可能性もあるからな。よし。さあ、一気に挟むことができるか。僕のテクニックじゃちょっと無理だな。
お、いけたか。どうだ。あ、全部挟めた。よし、でも P は使えなかった。さあ、全部挟めたからいけんじゃないか。どうだ。OK。硬いが剣使いだけできてなんとかなりそうだね、これ。よし、いいよー。 P を使いまくれるっていうのがいいね。よし、なかなかいいパーティーだと思います。はい、さあ頑張れブルパパ。さあドラゴンベルレーヌも頑張ってくれ。なかなかちょっと回復が弱いけど、まあ攻撃一辺倒でなんとかなるでしょう。さあアイテムは、はい、大したことないと。じゃあ次行きましょう。じゃあ、30-2、いきますね。このまま。このままのパーティーでいいでしょう。さっきよりも弓が増えてるから、より剣が有利。あ、でも剣が5匹さらにいるね。さあ、あと魔法は9か。今と同じぐらいで、剣のやつが敵として出てくるかなという感じですね。クセア艦から大量の兵器が送り込まれてくる。彼らはライファーへの復讐をなすべく剣を振るう。今、この時こそ、彼らの積年の決意を、孕む、魂を燃やし尽くす時なのだ。連続攻撃をひたすらやっつけるかいか。さあ、うまく、挟むことができるかっていう、だけの勝負かな。さあ、縦で2個挟みたいが、こことここに、何か持ってけばいいから、こいつらもなんか、活躍させてやりたいな。とりあえず僕のできるところだけ。これで多分 P が溜まるでしょう、まあ、やっつけられはしないが敵の数字は3なんでまあ良いでしょう。さあドラゴンテール発生した。発生してないか。いいね、いいね、いい挟み具合だ、いい挟み具合だ。さあやっつけつつ、やっつけつつ、コリンのやつも発生させて防御力を上げておきましょう。こんな感じか。剣使い全体が防御力 20% アップだからね。しかもこれ倒さないとそれがさらに2回発生するから 40% アップなんだけど、まあ、いいか。さあ、新しいやつは出てきてないね。同じやつばっかり。1のやつからやっつけようか。1のやつ、これ見たやつだよね。麻痺、麻痺と催眠。うわぁ、ちゃんと見てよかった。麻痺と催眠か。麻痺催眠はちょっとね、回復できないな。ちょっと。こいつは、イジェネと猛毒毒、浮遊しかしないからな。アイリーンだったら回避できるんだけど。だからこいつから優先でやっつけないと、めんどくさいことになるね。一番攻撃力が高いのはバルとググバだから、バルとググバで挟んで、さらに、連鎖っていう感じに持っていければいい。まあ、止めてきよう。いまいちだな。さあ、やれ、やってくれ、やってくれ。よし、オッケー、オッケー、オッケー。麻痺と催眠はさすがにめんどくさすぎるよね。さあ、2のやつ、2のやつ。これは片方倒せなくてもまあ仕方ないな。まあ、一応倒す努力はするか。二人で倒すのはちょっときついか。あ、大丈夫か。じゃこっちも余裕でしょ。よし、オッケー。さあ、5分の3。長いな。長いな。さあ、冬がなくなった。縦で二人で挟み。両方挟むのは難しいか。一回、1。やり行くしかないかな。いや、失敗した。あ、挟めなかった。ここ挟むの失敗したね。斜め移動失敗した。まずいな。1が残ったね。ここ残りそうだね。いやー、これ残りそう。剣使いなんだったっけ。変なやつ。変な攻撃。切りつけ横、乱切り横に。横から挟むとやばいか。まあ、でもまあ、いけるかな。
どうするどうするどうする。これやっつけられないよな。攻撃力が P も足りてないし。おー、一匹やっつけただけか。毒はいいが、多分これもやっつけきれない。攻撃力が足りない。一匹だけ。さあ、珍しく、たくさん食らうぞ。うわー、ジェットクロス。ミサイルさん、うわー、バルが死にそうになるとは、乱切り。強え。強え。ちょっとほったらかすとすぐこういうことになるんかな。回復するには、リジェネしかない。これで、リジェネが辛い。辛い場面だね。リジェネが辛い。1のやつをやっつけた方がいい。2のやつはほっといて、1のやつ、ここはやっつけられると、リジェネ、ここに行けばリジェネだが、ゴリンも、ここに持っていきたいが、そこまで、いけるかな。あ、リジェネ、失敗。P を使うのを忘れた。まあ、やっつけられるでしょ、OK。リジェネだとちょっと回復力がなくて、辛い。わあ、やつききれなかった。切り飛ばし、つえー、つえー。全員にリジェネをかけるようにして持ってかないと、辛い。辛い。しかし、難しいな。みんなにリジェネっていうのはちょっと難しいね。一番残ってほしいのはググバか。ググバの方にしようか。そうね、ヒールメガ事故。多分、コリンはヒールメガ事故があったから、まだなんとかなるか。1のやつだけ要注意。こいつ確か、また、麻痺とかでしょ。麻痺と睡眠。これかかるともう最悪なんで、こいつは絶対やっつけないといけない。麻痺と睡眠は絶対やっつけないといけない。横に挟んでるから、縦も挟むように持ってけばいいかな。これどうだ？さあ、グクバーが回復してくれればいいと思うし、1のやつから、1のやつから。こいつは大したことない。こいつを、これはちょっとほっとくか。ほっとくか。ちょっとうまくいかなそうだからほっとこう。よし、やっつけた。もう一匹やっつけろ。意外と硬い。意外と硬いな。ミサイル再演。大して強くなくてよかった。よし。ここは B を使わなくても倒しきれるが、リジェネをかけたいところだな。よし。倒しきれなかった。しまった。また再演が来るな。いやー、あ、P 使っちゃった。もったいない。一匹挟むだけだとためはあんまりないね。三匹とか挟むと一気に溜まるけど。お。リジェネ食らってるか。あんまり食らってないね。よかった。じゃあ全員にリジェネが行くようにして。いや、P 使うのもったいないな。これどうだ。で、こっちの4人にリジェネがかかるでしょう。よし。結構苦戦してるね、これ。ラスト、ボスじゃなければ大丈夫。多分、ボス戦はこのままじゃ、このパーティーのままじゃ、やりきれないと思うね。まずいね。1が、1、これ、麻痺かけてくるやつが2匹いる。やっつけきれるとも思えない。P を使って、しかもここ分断されてないか。ここだけ通れる。ここをうまく、2人でこう、挟ませて、2人で挟ませて、でも P 使うのも難しいな。挟ませて、こっちも挟ませて、まずこっちを挟みに行って、いやー、難しいな。いや、難しいな。ちょっと待ってよ。ここ、縦で、一回こっち行って、縦でこう挟ませて、こっち、斜め移動2回成功させて、いや、難しいな。こっち、こう。よし、よし。P は使えた。P 使えたから、もしかするとこの、こいつらやっつけられるかもしれない。頼む。やっつけ切ってくれ。よし、オッケー。よし。麻痺と睡眠はさすがに、食らうと無理がある。ドラゴンテイルと、よし、オッケー。麻痺と睡眠食らったらちょっと辛すぎるよね。1のやつがやばい。1のやつがやばいから、ここ、やりたいんだが、こ
こいつだとちょっと弱いよね。まあ、連鎖含めればなんとかなるかな。連鎖含めて、P と連鎖を含めれば、まあ、やっつけてくれそうな気はするが、あと、ついでにここも挟めば、まあ、なんとかなるでしょう。危ない。失敗することだ。一手のミスが命取りになるかな。わあ、やりきれないか。やっつけきれないかな。やれ。うわ、残っちゃった。残った。こいつが残ったのがめんどくさい。挟むだけならまだよかった。P は出た。ここをまず挟み、全部1だね。よし。うまく回してやる。どうだ。ああ、ここだけ残ったか。これでも2だから大丈夫。よし。上。これも残った。おー、やっつけた。オッケー。よし。いいね。こいつ、猛毒っていうのも持ってるんですよね、一応。回復薬なんだけど、槍攻撃を持ってるっていうのが結構、いいね。さあ、最後何をしてくる？切り飛ばし横一、大したことない。よし。最後はドラゴンテイルで決めてやろう。さあ、ドラゴンテイル。ゆっくり見ますか、ドラゴンテイルを。シャキーン！出た、ドラゴンテイル。これが見たかっただけ。なので、スローにした。はい。まあ、そんなに強くないね、フェルレーヌ。はい。なんで、次からはやっぱり、魔法パーティーになるかもしれません。おぉ、バルも70いったね。さあ、アイテムは？大したのなし。はい、スタミナが足りないので、今日はこの辺で。いつもの酒場に行きましょう。さあ、出会い。さあ、最近引きはあんまり良くないんだけどね。さあ、祈る。来い。エナジーもなくなってきた。さあ、来い。久しぶりに来い。うわ、来ないね。真実の語りに心を動かされた者がいた。でも新しいカードだからいいね。さあ、なんだ。剣。名前だけは聞いたことある。面白いね。槍で。剣なのに、槍かよ。みたいなね。はい。どうでもいいな。はい。見てみましょう。さあ、能力見てみましょう。剣。全然見た目強くなさそう。ニュー。はい。ヒールメガ事故。おーっと、剣使いじゃない。槍使いの回復役。違うな。ヒールメガ事故は自分だもんな。回復タイプには見えないもんな。はい。ヒールメガ事故があるのは嬉しいが、30% ちょっと弱いな。防御力、プラス 20%、槍使い 30%。槍バージョンか。槍バージョンのパール、コリンの仲間っていう感じだね。すごい。でも、これすごいな。ここ、ジョブ1の能力が、槍使いに 20% 防御力アップと 30% ある。あ、そうだね。これだと、パールとコリンの仲間って感じだね。はい。槍バージョンが出ましたというところですね。そんなわけで今回はこのあたりで、次は30章の続きからまた